そんな、火を吹くような話題も、やりまして、ちょっとですね、急遽今日は予定を変更してですね、このミノルタ35って昔やったんですけどね、それとまた違う、話でですね、昔のミノルタ35です。本当に戦後、オキパイドもののですね、やつなんですが、これの、こっち向けになっちゃった。まあ、シャッターのですね、実はこのミノルタ35っていうカメラは、シャッターの膜がとにかくもう、どれもこれもアウトで、交換するしかないんですけど、このシャッターも、こういうふうにこう、ボロボロになっちゃうんですね。これなんかマシな方ぐらいな感じなんですが。で、このシャッター膜なんですけど、こういうふうにね、こっちから見てもこっちから見ても、絹に見えてるシャッター膜が、なかなか手に入らなくてですね、ジャパンホビーツールズで、ヨドバシとかで売ってるやつはですね、片側がこう、ゴムの艶消しのまんまに、なってまして、だからこっち側はこうフラットなっていうかですね、ゴム引きのままで、こっち側はこう布みたいな、そんな感じになっちゃうのですね。で、実はちょっと僕これシャッター膜を黒の羽二重の布でちょっと作ってみてですね、こう両面、絹っぽくですね、できないかと思ってやってみたんですが、ちょっと分厚すぎまして、膜の厚みが。ね、これはもう失敗なんですね。だからこれ、またこれシャッター膜外して、もう一回切り直してですね、やんなきゃいけないんですけど、まあその時にですね、このミノルタ35の、バルナックタイプのですね、シャッターの仕組みをこう、実際全部バラしてしまってですね、これ油も全部、打ち直しましたので、まあ、随分、こう、構造が、ああ、なるほどっていうのがよく分かったのでですね、ちょっと、まあ、バルナックライカでほとんどキャノンの USB とかなんか、まあ、同じなんですけど、このミノルタの、この、軸が4軸あるですね、シャッターの、まあ、ちょっとですね、こう、特徴というか、まあ、その辺をですね、ちょっと喋ってみたいなと、思いました。それでまずすごく、なんでこんな特徴的なのかというのの、なんでもそうか、ここにこう、ライカがあったりするといいんですけどね。分解したライカなんてないからな。500分の1なんかで切るとですね、こう、切れるんですが、この、例えばなんだ、キャノン、キャノンものどっかなかったかな。ちょっと今、すいません、準備不足出てこないですけど、まあ、純然たるライカはですね、ここに大きなドラムの、シャッターの巻き取り軸がありまして、この、後膜をですね、どうぞ、先膜のリボンと後膜を、ここのですね、大きな、ちょっと待てよ。ドラムに巻き込んでるんですが、ここにあれがあったかな？ニコン。ちょっとこのカメラのですね、今 後ろに残骸が。これもまあまあ、ニコン F ですけどね。これは、シャッター内の回りませんけど、これって動くの？F ってどうだったっけ？
シャッターマークスタートすんの。あれ？これじゃなかった？忘れちゃったな、もう。あれ？あれ？ F って。押してこうか、F の場合は。まあ、これちょっとライカとは違うんですけど、バルブがいいか。要するに、リボンとですね、後膜がこの大きなですね、この部分、ドラムにですね、巻きついていて走るような、仕組みがですね、ずっとバルナックライカはあったんですけど、ミノルタ35の場合はですね、ここに大きなドラムがなくて、このシャッターダイヤルから来る、この軸がですね、非常に細くて、こっちにですね、ギアで、ここですね、本来はここに大きなドラムがあって、ちょうどこういう感じですね、シャッターの膜を巻き取ってるんですが、ですから、まあ、ニコン F でもライカでもそうなんですけど、最悪でも36ミリは走んないといけないわけですから、それを巻き取ってるわけですね。で、シャッターダイヤルと直結してるドラムで巻き取ってますから、2周できないわけですよね。シャッターは、2周しちゃまずいので、ここからこの間で刻まれてますから、だから、どうしてもこのドラムの直径がですね、だから、直径1センチで 3.14 倍ですから、31.4 ミリ走るわけだから、1センチ以上のどうしても絶対太さが必要になっちゃう。で、ミノルタはですね、きっとなんで、わかんないですよ、真相は。ここの部分にですね、セルフタイマーをどうしても入れたかったので、それは避けたかった。それで多分ですね、こっちに巻き取り専用のドラムを持ってきてギアでつなぐというですね、技に出たんだと思います。ですから、まあ、ぐる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 っと巻いてですね、走らしちゃえばいいんですけど、まあ本当、あ、そうね、ちゃんと何か事前に用意すればよかった、ね。このシャッターを切るとですね、バルナックライカはみんなそうなんですが、お、今空回りしちゃいますけど、シャッターを切るとシャッターダイヤルが、ぐるぐるっと回るんですけど、ミノルタの場合はですね、ライカーとか 4SB なんかこういうふうにこっち方向に回りますけど、ミノルタの場合はこうギアが1個はまってますから逆に回ります。このカメラのはシャッターダイヤルのだから刻みがですね、こうこっち行くに従って高速シャッターになってるんで、ライカと、逆になってるわけですね。まあ、ですから、それはここにあるギアがですね、それを操作しているということになってます。で、まあ、ギアが噛んでるだけでですね、あとは、このギア同士の位置関係を崩さなければ別に膜を交換するだけなら、できるんですけど、で、まあ、ちょこちょこした仕組みが、工夫がしてありまして、まあ、このシャッターを切ったときにですね、ここの、この板バネがあってですね、で、押し込んでるっていう今動きをして、それがですね、スローガバナーに軸をさ、これはライカなんかも同じ仕組みですね。ミラーボックスの底にあるスローガバナーにですね、このシャッターダイヤルが回転しようとする、のをですね、こう、邪魔してですね、これはこう入り込んでいくに従って、たくさん邪魔をするんで、スローシャッターになるんですが、になって、で、これがですね、こういう方向にバネがかかって、で、さっきの
シャッターボタンを押した動きによって、これが板バネが動きますので、で、なんでこういうふうな仕組みに、こういう動きですね、なるのかっていうと、フィルムを巻くときとシャッター切ったときでですね、かかり方が同じだとパカッとなってしまいますので、チャージするときと走ったときとでですね、高さを変えてですね、ここにシャッターのこの動きにですね、干渉しないように、それをこう、だからこういうふうに、バルナックライカとかキャノン USB でみんなこう、板がこう大きく、ニコンもそうですね、板が入っていて、この動きをですね、制御してます。だから、フィルム巻き上げるときとシャッター走るときでですね、動きを変えてあげないと、本当の最初のフォーカルプレイはですね、行くときも帰るときも開きっぱなしだったのでですね、フィルム巻くときは、レンズキャップしなきゃいけなかったんですが、それを防止するためにですね、おそらくこれはバルナックさんが考えたと思います。で、ですから、フィルムを巻くときと戻るときとで、巻くときはフィルムが走行とシャッター膜を引っ張るのをですね、連結していきます。ところが、シャッターを切ったときに膜は向こうへ走るわけですけど、フィルムも向こうに走らないように切り離してあげて膜だけ。で、こっち来るときは両方引っ張ってきて、で、切り離してくっつけてっていうのをミノルタはここでやってます。シャッター切るとですね、ギアがパカッと開いて、ここの二つの関係をですね、立っちゃうわけですね。言ってる意味わかるかな。両者のギアが、今は両方、動きます。フィルム巻いて、シャッターもチャージして。シャッター切るとですね、こいつが横に動いて、シャッターはシュシュッとこっちに伝わって動くんですが、フィルムを司っているところは離れて、動かないと。だから、なんつったんやろ。スプロケットこう巻いてますよね。シャッター切るときは、こいつが向こうにシューって動くわけではないので、そのまんま。っていうふうに、ここで切り替えて。必ずこの、セルフコッキングのフォーカルプレーンの場合はですね、フィルムをこう巻いたのと、逆の、シャッター切ると逆の動きをしますから、そこを必ず切り離す部品が、ついてます。ライカの場合は、ピンの、こうなんのかな、それが、ミノルタの場合は、ここの部分に、ありますね。で、まあ、ここにシンクロ機能があって伝えてるんですが、これ僕、こう全部一回バラしちゃったんでですね、この辺の位置関係が全部狂っちゃいまして、このまた元の位置を探し出すのに随分苦労したんですが、バルブかな？でもこのシャッター膜は分厚すぎてダメで、で、なんで分厚すぎてダメなのかってのはすごく不思議で、この厚みがすごい重要なんだろうなっていうのに気づきまして、それをちょっとですね、今日喋ってみたいなと思いました。というのはですね、シャッターのブレーキの話なんですが、この辺。バルブにして開きます。まず、先の膜がボーンと走ってですね、こいつはここでピタッと止まる。この動きは何でやっているのかと言いますと、ここですね。こいつがシャッター切ると回って、ここのスプリングをグッとこっち方向に押して、でもこのスプリングはこうなってますから、押されないようにこう向こうへ向こうへ押そうと、押し返そうとして、ここですね。ここでギューッと、ブレーキがかかる。ここでブレーキかかると、だいたいシャッター膜がこの辺に来たところでぐーっとこう止まるようになってます。で、まあ、これはですね、比較的わかりやすい理屈なんですが、そして、それを追っかけていく、後膜が、で、この後膜なんですが、どうやって止まってるかって、ブレーキもずっと探したんですけど、ないんですよね。実はですね、先の膜が走って、ここのですね、先の膜の、
金属、なんていうんですかね、この補強のこう板があるんですけど、こいつを乗り上げて止まる。で、この乗り上げるときにですね、きつくの乗り上げてますから、反射してこっちに戻ってこようとす、バウンドするのをですね、こう、下の先に行った膜のですね、この金属がうまく押さえていてですね、シュッと収納してこうならないように。だから、絶妙の位置にですね、この金属の、だからこれ単に膜の補強だけじゃなくてですね、この入ったやつを押さえるように、どうも、作用してるようです。で、この辺の話をですね、そういえば、と思って昔の、ちょっと、どのカメラレビューか忘れたんですけど、確かハンザキャノンかなんかの設計の話でですね、あれはライカ D2 かなんかを真似して、確か作った時に、この、確か戦前のライカは、この軸の太さが、なんか違ってるらしいんですよ。それがなんでかっていう理由がわからなくて、キャノンの人がいろいろ研究したら、シャッターが飛び込んできて、ピタッと止まって、なおかつそれがきつくなく緩くなくっていうこの太さにですね、シャッター膜の厚み分を、引いた軸の太さになっているということをなんか突き止めたなんていうのをですね、キャノンの人が、なんかそんな話を書いてたような記憶があるんですが、それもちょっと今日時間なくて探し出せなかったんですけど、で、ミノルタの場合はここにですね、さらに、こういうこう蓋がつきますので、だからこの蓋の裏側とですね、先に走ってった膜の間に、後から来る膜がズドンと入りますので、ここがですね、シャッター膜がぴったりの厚みのものを使ってないと、緩すぎたりきつすぎたり、僕の場合は分厚く作っちゃったからきつすぎちゃったんですけど、っていうことになっちゃいます。というですね、まあ、こんなこと、だから、このですね、金属部品も、ここはリボンがですね、これ僕ちょっと手で厚みつけてみたんですけど、この向こう側はですね、平面になってないといけないんですけど、リボンのが膜に乗り上げている分、こう来たらこういう風にですね、金具をちょっとつけてみました。そうしないとですね、なんかシャッター切ってると金具が開いてきちゃってですね、なんかそんな小技をですね、なんか聞かせてあげて、微妙なバランスでですね、できていたと。ちょっとこのシャッター膜自体はですね、2枚の布をこう、貼り合わせてですね、作ってみたんですけど、ゴムのりでくっつけてもうまくいきませんでしたね。こう、剥がれてきちゃうし、あまりよく接着できないんで、こう、この辺からこう、隙間が、見ちゃってますけど、ちょっとですね、うまく、もうだからやっぱり、ジャパンホビーツールの片側がもう、ゴム見えてるやつで、前後とも変えないと、ちょっと、厳しいかな、というところでありました。ってなことをですね、ちょいと、喋っておいて、まあ、ですから、この、ここはですね、位置関係狂っちゃって、後でビシッとやるんなら、そうですね。ここのネジ3箇所で、膜を交換するだけだったら、ここはですね、開けない方がいいと思います。後で合わせるのが、結構大変でですね。ここにですね、バネが通ってるんです。
だからこういうこう位置関係がですね、全部あのギアの場所が決まってますので、ここがですね、狂っちゃうと、よいしょ。後でその位置を探し出すのがすごい大変でですね、まあもう、これしょうがないんですけど、まあ、ちょっとですね、僕、油いっぱいつけたんで今ベタベタしてますけど、まあ、こういうふうにですね、だから逆にもう、それを覚悟でっていうんだと、まあ、例えばですね、テンション緩めてから、こういうシャッターの軸なんかもですね、ただもう、はまってるだけなんですよ、これ。緩めてからの方が良かったか。こっち。これが、まあ、こう、軸がもう簡単にこういうふうに取れますので、だからこれゆっくりですね、あ、まあ、これちょうどいいや。これ僕も、せっかく、ちょっとついでに外させてもらって。これもですね、つけたんですけど、ダメでした。G103 で、結構くっつくんですね、ガチッと。だからこの逆に言うとですね、なんていうかな、バルナックの場合、大きなドラムに、シャッター膜をくっつけますが、このドラムっていうのはですね、もう厳密に位置が、スタート位置、終了位置決まってますので、膜の長さをきちんと割り出してですね、同じところを切って、同じところにもうドラムにこう筋なんか入れたりなんかして、そこにこうぴったり合わせないとですね、スリット幅がすぐ、影響しちゃうんですけども、これの場合はですね、まあ、長めに作っといて、くる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 巻き込んでおけば、ギア一つ分のですね、誤差までに、どこにセットするかによってですね、最後調整効きますので、だから最高速を出すのはちょっとぴったり出すのはですね、やっぱりその厳密な、要するに一つギアが狂うと、スリット幅で言えば1ミリぐらいは狂っちゃいますから、もともとね、500分の1秒だと多分1ミリぐらいのスリット幅でしょうから、ちょっとピンチなんですけど、まあ、それでもですね、まあ、組み立てるのには、こっちの方が楽なんじゃないかなと、個人的には思いました。うん、で、もうこうなった状態でですね、これ、ここ寸法を測って全く同じにして、正確かっていうと、もうこれでももう伸び縮み、ボロボロですから、まあそういった意味ではですね、これも僕最初作ったように1センチぐらい長くしたのが、ちょっとこう、ここはですね、多めに巻いちゃっても、邪魔になんないですから、だから結局、先に走る膜の、この巻き込みの、ここですね、これ。ここがパツパツになっちゃう厚みの膜は使えないので、まあその辺をですね、ちょっと工夫して、やっぱこうね、両面布がかっこいいんですけどね、このクラシックカメラには。いっそのことチタン膜にしちゃおうかな。まあですね、ちょっと、黒の羽二重布をですね、買ってきて作っただけのシャッター膜ではちょっと難しかったです。というような、ちょっとですね、ミノルタ、35、面白い、人気がないせいかですね、
ちょっとジャンクだともう捨てるような値段で売ってますので、ちょっとこういう、シャッターのことをこうああでもないこうでもないって考えるには題材としては非常にいいかなと、ちょっと思ってですね、もう一つ綺麗に取れない。あとですね、最初この接着剤を、あれこれ、あれか。餃子間違えちゃった。このボロボロの膜がここに貼り付いたときはですね、ここがもうガビガビでですね、シール剥がしなんかで昔、ゴシゴシ取ったんですけど、今回はですね、この、セラミックの、バリ取りのやつですね、こうもう書き落としちゃいました。こういうふうに。もっと傷だらけになるかなって思ったんですけど、で、セラミックですから、非常に、硬いので減りませんので、古いやつはですね、結構、綺麗に取れました。ボディの皮なんかもですね、ゴリゴリゴリってやって、壊しちゃっていいんだなんですね。綺麗にその皮を再利用するから剥がさなきゃいけないちょっと、ゴリゴリは厳禁なんですが、まあ、ここでこう綺麗にしておいて、次の膜を切ってですね、貼りたいと思いました。ということでですね、ちょっとまあ、こんな感じでですね、ちょっと急にミノルタが手に入ったので、ちょいと喋ってみましたが、まあ、こんなような感じですね。ちょっと今日は安定してますね。ミノルタさんをご存知な人がいて、嬉しいですが、特にですね、この、裏蓋を見てですね、メイドインオキパイドジャパンって書いてたらもう僕はもうワクワクして買っちゃうんですけど、当時のですね、時代を今に伝えてるいいカメラだと思いますんで。ただですね、やっぱりカメラとしては、やっぱり素材は非常に粗悪な、やっぱり当時の厳しい、事情もあってですね、金属はまだいいんですけど、その他の部品がかなり、厳しい、感じもあるんですけど、例えばメッキの具合とかですね、ボディの上カバーなんかは、こう、なんですかね、こういうところの、こう、角がピシッと立つとか、そういうのはかなり、厳しい状況だったみたいですが、まあ、それでもですね、シャッター膜さえなんとかなれば、まあ、実用レベルには、持ってこれる、機線長がちょっとですね、バルナックみたいにこう、目振って、やんなくてもいい、なんていうかね、一眼っていうんですかね、やつなんで、その分ちょっと倍率が低い、稼げないので、20ミリだったんですが、まあですね、ちょっと、こう、ブレーキの仕組みとかですね、まあ、バルナックライカを純粋に真似したキャノンよりは、こう、かなりオリジナリティに、こう、要素を入れたミノルタっていうので、まあ、それなりに面白いかなと、思いました。ということで、なんか偉そうに喋ってますが、あくまで僕は推測で喋ってますので、本当は全然違うんだよっていうのがあるかもしれませんけども、まあ、こんな感じでですね、またちょっと完成し、シャッターマークいいの見つかればですね、やってみたいなと思いますんで、ちなみに35ミリカメラの時点つったかな。中村なんとかさんっていうのは昭和30年ぐらいに書いた本にこのカメラ紹介記事が出てるんですけど、ミノルタ35とミノルタ352、ミノルタ 35ABCDEF ぐらいまでいったのかな。で、ミノルタ 352B、ただな、なんか普通に、2ってこう、
つくのからはですね、こうかなり中が変わりまして、シャッター膜の材料もなんか変わったっていうのが書いてありましたけど、この最初の35はですね、絹の、両面貼り合わせっていうのも書いてありました。で、まあ、そんなのですね、ちょっとこう、どんな風にして当時の人が作ってたんだろうなと、ミノルタ各戦いだったかな、なんかの本読んだら、このシャッター膜を作るのは苦労したみたいなことはですね、あと500分の1秒を出すのにえらい大変で、ログに出なかったけど出荷しちゃったみたいななんかですね、そんなようなことも朝日ドラマの方に書いてありましたので、まあ、今ね、厳密に500分の1を出すのは、もう、諦めるようにしようかないんですけども、まあ、それでもですね、いろいろ、勉強させることもありまして、面白いなと思いました。ということで、今日はまあ、こんな感じで、